lesson is シャンプーの時に使えるフレーズ10選。この10個を覚えておけば、シャンプーの時にお客様とのお声掛け困らないと思います。特にアシスタントの皆さん、ぜひ覚えてください。 Are you guys ready? Let's tune in! アプリンゴ。実はですね、何言うんだっけ、お客様とシャンプーをするときにスムーズにお声掛けできると思います。おかしい日本語。アシスタントの方、ぜひこれは絶対覚えてくださいね。というわけ、方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。特にアシスタントの方々、登録してね。 Thank you for watching everybody. See you next time. Is there any spot that I missed? 気持ち悪いところございませんか？Is there any spot that I missed? バイリンガルになれる英会話チャンネル、アップリンギャルのひとみです。アップリンギャル、こちらにおかけください。 Please have a seat here. お首苦しくないですか？ How is your neck? Is this too tight? お背中倒します。 I'm going to lift the seat up. もう少し上に上がれますか？ Could you slide up a little bit? お首の位置大丈夫ですか？ Are you comfortable?お湯加減いかがですか？ How is the water temperature? お力加減大丈夫ですか？ How is the pressure? 力抜いてもらって大丈夫ですよ。 You can relax your neck. かゆいところございませんか？ Is there any spot that I missed? 気持ち悪いところございませんか？ Is there any spot that I missed? おまけ。コンディショナー全頭につけますか？毛先だけにしますか？Would you like the conditioner all over or just on the ends? アプリンギャル。いくつか質問させていただきたいんですけれども、お背中倒しますというところで、椅子を持ち上げますという表現をされてたと思うのですが、椅子が動かないバックシャンプーも同じ表現で伝わりますか？日本の場合はサイドシャンプーだったり、夢シャンだったり、椅子が自動的に上がるシャンプー台を使っている方が多いと思うので、例文をあえてそっちに寄せた例文を選んだんですけど、バックシャンの場合は Please put your head back into the sink. 頭を後ろに倒してくださいっていう例文を使ってください。もう少し上に上がれますかのところなのですが、スライドアップという表現を使われてたと思いますが、下に下がってほしいときはスライドダウンで大丈夫ですか？正解です。お首の位置大丈夫ですかのところなのですが、首とかそういった表現が使われてなかったと思うのですが、そこの解説をお願いします。ですね、首の位置大丈夫ですか、直訳して How is your neck? って聞く方法もあるんですけど、 Are you comfortable? の comfortable は直訳すると快適ですかっていう意味なんですけど、全体的にも首の位置もなんかこう足の位置も腰の位置もなんかこう寝てる状態大丈夫ですかっていうのをざっくり聞けるように、 Are you comfortable?の例文を選びました。お湯加減大丈夫ですかの最後の単語の発音、もう少しゆっくり言っていただけますか？ temperature。 ちょっとカタカナっぽくお願いします。temperature。 はい、じゃあちょっと通常の発音でもう一回お願いします。 temperature。 カタカナでお願いします。 temperature。 かゆいところございませんか、気持ち悪いところはございませんかが同じ文章だったと思いますが、なぜ同じでいいのか解説お願いします。はい、これはですね、かゆいところも流し足りなくて気持ち悪いところも英語の文章でどこかミスをした箇所を教えてくださいっていうフレーズになっているので、かゆかった場合はここもう少しかゆいです、流し足りない場合はここもう少し流してくださいっていう返事が返ってくる一個便利な両方使えるフレーズになってます。なのでこの1個をちゃんと覚えてください。最後のおまけのところの解説をお願いします。はい、コンディショナーの付け方なんですが、多分日本だとあまりお客様にコンディショナーどういう風につけたいですかって聞かないかもしれないんですけど、アメリカだと
特に細毛のブロンドのお客さんだったりとか、ボリュームを出したいお客さんの場合は、コンディショナー全体的に使われるのを嫌う傾向にあるお客さんが結構いらっしゃるので、シャンプーの後に必ずコンディショナーは全体につけますか、毛先だけですかっていうことを聞いてあげるとお客様の方も喜んでくれます。アップリンギョというわけで、このシャンプーの時に使える10個の便利なフレーズ、ぜひ覚えてください。これさえ覚えておけば、シャンプー時にお客様へのお声がけスムーズにできると思います。アシスタントの方々、皆さん頑張って覚えてくださいね。ちょっとでもこの動画を見て勉強になったなぁと思った方は、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。特にアシスタントの方々、チャンネル登録してくださいね。Thank you for watching everybody. See you next time. Please have a seat here. Please have a seat here. How is your neck? Is this too tight? How's your neck? Is this too tight?I am going to lift the seat up. I'm going to lift the seat up. Could you slide up a little bit? Could you slide up a little bit? Are you comfortable? Are you comfortable? How is the water temperature? How is the water temperature? How is the pressure? How's the pressure? You can relax your neck. You can relax your neck. Is there any spot that I missed? Is there any spot that I missed? Would you like the conditioner all over or just on the ends? Would you like the conditioner all over? Or just on the ends.